ピンキャンパーサンポロックマニラ、ドミトリーから、お送りしてます。レポートしてます。日曜日ですが閑散としてます。ホーリーウィーク、今日が最後の日です。ホーリーウィークとは あまり関係ないのでしょうか。ほとんどのお店は閉まってます。明日から本当にオープンするお店が増えるのでしょうか。ホーリーウィーク前からもうすでにお店は閉まっていたので何とも言えません。私は今唯一タバコが吸えるところに、来ています。室内、禁煙です。唯一ここのバルコニーでタバコが吸えます。私の住んでいる寮は、今、保健所の、スタッフの方たちが寝泊まりしています。交代で。ここの近くに保健所があります。ヘルスデパートメント、交代でこの近く病院がとても多いので、交代で勤務しているのでしょうか。公共の、バス、鉄道すべてストップしてますが、ヘルススタッフの方、医療関係の方のために、バスが出ています。まあ、それでも今日はいつもより車が多く走っている方です。自警団、ドミトリーの自警団がいるんですけども、なんか映画で見た、ドイツとユダヤ人の、関係、なんか魔女裁判じゃないですけども、なんかそんな感じがします。嫌な感じですね。自警団結構嫌われてますね。なんでかっていうと、なんか頭の悪い、若者が自警団の腕章をして、いろいろと偉そうに言ってるんですよ。まあ、はっきり言ってムカつく感じですね。まあ、どこにでもそういうのあると思うんですけども、そういった類にとても似てます。もうそれはここだけじゃないと思います。どこの、自治自警団、なんかナチスドイツじゃないですけども、なんか腕章して、いろんなところで文句言ったり、なんか、まあ、そういうガキがいます。私そういうの嫌いなんで、私のことを見てるのがいたらもう睨み返します。そいつが目を背けるほど睨み返します。まあ、そんなことしなくてもいいんですけども、なんか顔で分かりますね、嫌なタイプって。しかしストレスはたまる一方です。まあ、私だけじゃないと思います。フィリピンにいる日本人の方、皆さん頑張ってください。